じゃあ始めたいいと思います石原ですで、えっと、今日は論文紹介としてこのタイトルにある RT1 という論文を紹介したいと思います。で、えー、まあ繰り返しになるんですけど本日紹介する論文はまあここに書いてある RT1 という論文で、まあ、正確なタイトルはここに書いてあるのを読むとロボティクストランスフォーマーフォーリアルワールドコントロールアットスケールと。 いう論文になってますでこれ見ていただくと分かると思うんですけどかなりの人数がこの論文に関わっているっていうのが分かっていてで自分数えたんですが、まあ、50人ぐらいいると。で、えー、とこれどういう論文かっていうとこの一番下に書いてあるんですが、まあ、Google から発表されたトランスフォーマーをベースとした、まあ、ロボット版の GPT。 とと言えるよううななものかなというふうに思っています GPT も GPT123 っていうふうに番号がついて、まあ、レベルが上がっているようにこれも同じように番号がついていて1とついていると。なので今後 RT1234 とどんどんすごいのがまあ出てくるのかなっていうのをちょっと予感させるようなタイトルにもなっています。で今日はまあこのロボット版 GPT がまあどういったモデル どういったデータを使ってどういったことができたのかっていうのについて簡単に紹介できればなというふうに思います。で、えっと、こちらが RT1 の簡単な概略になります。で、RT1 なんでやってるかっていうと、その背景にはここに書いてあるものがあって、えー、ま一、あ、つにはまずビジョンとか、 いわゆる言語処理みたいな NLP みたいなタスクなどでは大規模なモデルにすればするほど GPT さっき出てきましたけど高い性能を示しているっていう事実があります。でその性能の背景には大規模なデータセットとさらにその大規模なデータセットを使って幅広い学習を行えるための大容量のモデルっていうものの存在があります。 で、まあ、こういった大規模モデルを学習すると少なくともビジョンとか NLP で分かっていることとしては大規模なモデルはうまく学習させれば、まあ、新タスクにも反加するということは分かっているで、まあ、こういったものを見ていると当然ロボットでも同じことは実現できるんじゃないかというふうに思うわけですで、まあ、この論文では、まあ、そういった考えから同じようなことをロボットでできないだろうかっていうのを考えて、まあ、チャレンジしたっていう論文になってます でまあ、じゃあ、まあ、たくさんデータ集めて大きなもので作って、まあ、やればいいよねっていう話に、まあ、短絡的になりたくなるんですけどロボットっていいうところで、まあ、いくつか課題がありますで、まあ、大きな課題はこちらの2つ挙げているものがあって1つはまずロボット用の大規模な大容量のモデルっていうのを考えなきゃいけないんですけどそれと同時にロボットでは まあ特に実機でやることに意味があるというふうにロボット扱っている人なら思うと思うんですけど、まあ、実時間でそのモデルが動作しないと、まあ、どんだけ大規模なモデルですごいものができそうなものができたとしてもなんか一回の推論に5秒とかかかってたら、まあ、まともに動かないわけで、まあ、実時間で動くモデルに同時にしなきゃいけないっていうところでどうしたらいいかっていうのが一つ課題としてありますでもう一個はこの二つ目に書いてありますけど ロボット用の大規模なデータセットっていうものが何なのかっていうのを考える必要があります。で、一般的にロボットでこういう学習系っていうと、まあ、その特定のタスクに特化したデータセットを構築して、そのタスク内においてうまくいきましたっていうものが多いんですけど、まあ、幅広いで、えっ、ー、と、タスクを使っておいたくさんのデータ、まあ、種類のデータセットを作るっていうのは結構難しそうですよね。 でまあ、そういったデータの量とタスクの多様性をロボットでのデータとして、まあ、どうやって構築していくのかっていうのが、まあ、課題にあって、まあ、こういったものを解決しようっていうのを試みたのは、まあ、この論文になってますで、まあ、実際どんなことをやったかっていうと17ヶ月17か月ですね17か月間収集したデータと、まあ、RT1 っていうここの Google の人たちが提案したモデルを使って700個のインストラクションに対して、まあ、97%のロボット実機のタスク成功率を実現したと。 いうふうに主張している論文がこの RT1 になります。で、まあ、これが簡単に概略なんですけど、ここからはまあ具体的にこのまあモデルとデータセットがどうやって作られたのかっていうのと、れこれを使ったときにまあどういった性能、まあ、ここ97%タスクが成功したって書いてありますけど、他にどういった結果が得られたのかっていうのを説明していきたいと思います。で、RT1 のモデルはこんな感じの 図で表すことができますでこれペーパーに書いてある図と同じものなんですけど、まあ、ざっと説明すると3つのパートに分かれているというふうに自分を解釈していてこう前段のように画像とあとは言語で指示が与えられるんですけどその言語指示の、えー、を符号化して、まあ、トークンみたいな形にするっていうパートとあとはこのトークンをちょっと圧縮して、まあ、実機で この高段のトランスフォーマーを使ったときに、まあ、十分な実行速度が出るために圧縮するっていうパートと今あったようにトランスフォーマーを使って実際にロボットの行動に変換する部分っていうのの3つに分かれてますでこの後はこの各パートについて詳細をそれぞれ説明していきたいと思いますで、まあ、その前に簡単にどんな入力になってるかっていうのをおさらいしておくと入力は RGB の 300×300 300ピクセル で、6ステップ分。まあ、ちょっとこの1ステップが何秒なのかっていうのはちょっと自分分かんなかったんですが、まあ、6ステップ分の画像が入力されてます。で、それに加えて、言語で、えー、何々をしなさいみたいな、まあ、インストラクションが与えられて、それに対応した、えー、とロボットの制御を行うっていうようなモデルになってます。はい。はい、で、えっ、ー、と、 で最初のここですね。この一番前段の部分なんですけど、前段の部分はここ3つの従来からあるモデルを組み合わせたものを使って実現されています。で、1つ目がこの Efficient B3 っていうモデルを使って、この画像の処理を行っています。で、この Efficient B3 っていうのをどういうふうに使ってるかっていうと、イメージネットを使ってこのネットワークを まあエフィシエントネット B3 ネ,ネットワークをプリトラインしたものを使います。で、でこのプリトラインしたものを使うと、先ほどの 300×300 300の RGB 画像を 9×9×512 の画像、まあ、画像って言っていいかちょっと微妙なんですけど、に風合化することができて、この 9×9 っていうところをマージして、80個のビジュアルトークンという形にして、 えっと、コーダーに渡すっていうようなパートを作っています。で、ただ、まあ、これだけだと画像をただエンコードしただけになってしまうので、指示文の情報を、まあ、さらにその画像の情報に加えるために、この2つの処理を行っています。で、1つは、このユニバーサルセンテンセンコーダーっていうのを使って、まあ指、指示文を単純にまず複合化するっていうのをやっています。で、これどこに対応しているかっていうと、ここの、この部分になっています。で、これで、 512次元の、えー、情報にこうエンコードして、でそれをこの EfficientNetB3、e、の出てきた出力にこう、まあ、いい感じにマージするっていうのをやります。でこのマージしているところがこの Film っていう手法で、えー、を使っていてで、これはどういうものかっていうと、この XI って書いてあるのがこの符号化された 指示文なんですけどそれを何らかの関数を使ってガンマっていう係数にしてでもう1個、えー、と同じ C 字分を複合化したものを H っていう関数を使ってベータっていう、えー、バイアス項みたいなものに変化します。でそれを使ってこの F っていうのがここで言うとエフィシエントネット B3 の各レイヤーでの出力なんですけどこのレイヤーに掛け算するっていうのをやります。 で、まあ、こうすることで、まあ、言語の情報が、まあ、画像のところに混ぜ、小ぜになって、まあ、コーダーに伝わっていくっていうような構造をしています。で、まあ、これは細かい話なんですけど、まあ、この RT1 の学習では、このガンマとベータを使ったときに、まあ、最初 F っていう値が、まあ、プリトレインされたエフィシエントネットのパラメータの出力を使うので、まあ、それを害さないように、 えっと、高等関数として振る舞うように、この FC とか HC のパラメータを0で初期化しています。ちょっとこの式、このフィルムの式は、フィルムの元論文の式なんで、まあ、ここガンマが0になると、まあ、何も高ーに伝わらないっていう構造になってるんですけど、まあ、ここ、RT1 の画像なんですけど、ここ1たすガンマになっていて、まあ、実際の RT1 では1たすガンマを計算してベータを足すっていうような構造になってます。はい。まあ、そうする形で、えっ、ー、と、 学習初期は、このガンマとかベータは直接影響を与えないで、徐々に学習する過程で、その言語の情報をどうやって取り入れていくのかっていうのを獲得するっていうようなモデルになっています。で、これが、えー、っと、画像と言語情報の不合化の部分になります。で、その上でさっきお,お,お話ししたんですけど、まあ、トークンを、まあ、81個の 512次元のトークンを作ったわけなんですけど、ちょっとこれだと、どうも、えっと、講談で処理するときに、ロボット実機上で時間がかかってしまうので、圧縮するっていうのをやります。で、この圧縮には、このトークンラーナーっていうのを使って、圧縮をここでは行っています。で、トークンラーナー自体は、別にそんな難しいものではなくて、このトークンが入ってきこの80個のトークンががかガって入って、 きてまあ、それに対して、まあ、なんかアテンションみたいな機構を使って、えー、っと重要だと思われる部分の情報だけ抽出してでその抽出された情報だけをコーナーに渡すっていうような形でトークを生成するっていう機構を、えー、用いて、まあ、この80個あったトークンを8個に減らすっていうのをやってます、まあ、正確に言うと各画像ごとに8個出るので、まあ、68個のトークンが生成されます でまあ、ここにはトークンランナーっていうのを使っていて、ちょっと詳しく知りたい方はこちらの論文を見ていただければなというふうに思います。こんな感じで圧縮がかかります。で、圧縮がかかったトークンに対して最終的には、まあ、皆さんご存知のトランスフォーマーを使って、8層のトランスフォーマーを使ってコードを生成するっていうのをやっていきます。で、えーまあ、トークンを使ってこのコードを生成していくんですけど、8、え、層、ー、の,のトランスフォーマー には実際に、ね、は19ミリオンのパラメータしかなくてで、まあ、このペーパー曰く実機上での推論スピードを考慮すると、まあ、このぐらいのパラメータしか扱、まあ、うことはできないというふうに考えているそうですでこれ大体どのぐらいで動作するモデルになっているかっていうと実機上で 3Hz で動作するようなロボットのモデルになっていますで参考なんですけど GPT-3 は175ビリオンのパラメータがあってまあなんか全然、まあ、量が違うのでなんかこれが大規模なのかっていうのはちょっと 若干怪しいかもしれないんですけど、まあ、基本的には構造として、まあ、トランスフォーマーが採用されていて、まあ、こういったパラメーターになっているというような形になっています。で、行動の表現なんですけど、これはまあ11個の出力からなるというふうに書かれていて、で、11, は11個の出力って何かっていうと、アーム用の7出力、XYZ とロールピッチ用とグリッパーを開けるか閉めるかみたいなのと、 あと、今回ロボットこの後出てくるんですけど、えっ、ー、と、モバイルマニピュレーターみたいなものを使っていて、まあ、台車用の出力として、XY と YO だって書いてありました。ただ、ちょっと XY と YO だと、まあ、位置となんか角度なので、速度じゃないのかなっていうのは、ちょっと自分思ったんですが、一応、こういうふうにペーパーには書いてあります。で、えっ、ー、と、あとは、 制御モードっていうのがどうもあるらしくて、そのためのフラグっていうののために5つ出力が割り当てられています。で、フラグ何かっていうと、アームの操作をするのか、台車の操作をするのか、タスクが終わったと判定するのかっていうののためにフラグが使われています。で、この各11個出力あるんですけど、これ256個の瓶に分割するというふうに書かれていて、おそらくこの各出力は、えっ、ー、と、256段階に離散化されたような形で表現されて、 学すするというふうふに思われます、はい、こういった形で3段階に分かれていて、で、コードを生成するというようなモデルが RT1 のモデルになっています。で、ここまでがモデルの話で、で、もう一つ重要なところとしてデータセットを構築,構築する必要があるというのを、まあ、最初に話したんですが、それについて簡単に説明したいと思います。で、彼らはどうやってデータセットを構築したかというと、まあ、最初にもあったんですけど、17ヶ月かけて、 この、えー、エブリデイロボッツ社のこちらのロボットですね。これを13台稼働させて、まあ、データを収集するっていうのを、まあ、力ずくでやっています。で、まず、あ、合計で130キロのデモンストレーションデータを収集していて、まあ、どんな環境で収集したかっていうのがこのミニチュアなんですけど、まあ、こんな感じで、ちょっとキッチンと言えるかかな、はなは怪しいんですけど、まあ、キッチン的なものを模した 環境をこのように用意して、13台のロボットを使って、もう、それを人間に操作させて、ゴリゴリデータを集めていくというようなことをやっています。はい、で、まあ、このような形で、この右側の環境でデータを集めて、まあ、それを使って学習をして、RT1 のモデルを作っていくというようなことを彼らはやっています。で、まあ、実際そのデータを集めるんですけど、 えっとその集めたデータに対して、まあ、それぞれに意味付けをするために、まあ、指示っていうのをその集めたロボットの軌跡のデータに対して、まあえー、っとつけるというったことをやってます。で彼らの定義では指示っていうのはどういう、えー、単位で分割されているかっていうと、まあ、動詞プラス 付随する名詞の組み合わせを一つの指示として彼らは定義しています。例えば、まあ、このプレイスアップライトに対してウォーターボトルってあったら、このプレイスアップライトとウォーターボトルの組み合わせで1バリエーションという風に数えるそうです。で、えっ、ー、と、こういった形で RT1 では、えー、こういった例を1つの指示という風にして、合計で700個の 指示に対するデータを収集するっていうのをやっています。まあ、大体700ですね、はい。で、こうやって集めたデータと先ほど説明したモデルを使って、えー、とモデルを学習させて、えーまあ、実際にどうなのかっていうのを、たのかっていう結果について、この後実験のところを説明していきたいと思います。で実験は、まあ、彼ら、 はこういった疑問に回答することを目指して実験したというふうに書かれています。一つは、まあ、今回 RT1 っていうモデルを作ったんですけど、幅広いタスクに対して、まあ、その指示を実行できるかっていうのと、あとは新しいタスクとか、まあ、こっちの方は重要だと思うんですけど、新しいタスクとか物体とか環境に対して、この幅広いタスク群のデータセットを使って学習したことで反化、えー、するかっていうのを確認すること。でもう一つは、 シミュレーションデータ、まあ、先ほどのデータセットはリアルなデータを実際に稼働させたときのデータなんですけど、シミュレーションのデータとか、あとは、この今回使ったエブリデイロボット社のロボットじゃないものを使ったときのデータを加えて、モデルをさらに改善することができるかっていうのと、あとは長期ステップのタスクに対して、えー、とこういったモデルはどういうふうに性能を発揮するのかっていうところと、あとは、これも 結構興味あるところだと思うんですけど、データ数とデータの種類を変化させたときに、えー、このシステムの性能はどう変化するのかっていうのを確認するっていうのをやります。で、実際の評価勧告今日はこんな感じになっていて、えっ、ー、と、一つは、その実際にデータを学習した、この学習,学習データを取得した環境と、あとはこの右側にあるような二つの、この実際のキッチンを 再現したような環境。ちょっと日本の感覚だとこれをキッチンと呼んでいいのかかなり怪しいんですけど、まあえーとまあ、こ,れこういうキッチンをした環境を使って、えー、と実際にリアルな環境でその学習したモデルの性能を確認するというのをやっています。でまずはじめに RT1 のタスクの単純な実行性能を比較した結果を示して、こちらに示しています。でタスクの成功率を、まあ、最近 有名になった GATO っていうモデルと、あとはもう一つ BCZ。ちょっと何て読むのかわかん、私わかんないんですが BCZ と、ここではとりあえず言うとして、えっと、あとはそれの、えっと、モデルの数、モデルのパラメータ数を RT1 に近づけた BCZXL っていうのを作って、タスクの実行性能を比較しています。で、 比較するタスクがここ4つあるので、まあちょっとこれどういうものか説明したいんですけど、新タスクっていうのは実際にデータセットに現れているタスクをそのまま実行させるもの。なので、これなるべく100になっていてほしいものになります。成功率が。で、安心タスクっていうのは、えっと、データセットにない組み合わせのタスクを表しています。で、これ本当に見たことないっていうわけではなくて、何かその、 組み合わせとして見たことないっていう意味で安心という表現が使われています例えばなんかリンゴをつかむみたいな、えー、と指示となんかバナナを置くみたいな指示はデータセットにあるんだけど、えー、とリンゴを置くみたいな指示がない時にリンゴを置くっていうようなタスクが実行できるかみたいなのを確認するのがこの安心タスクですでもう一つはディストラクターという設定で、まあ、こういうふうにあの何もデ,データセット上にあるそのままのケースと 徐々にこういった関係ないものを増やしていったときにタスクを実行できるかっていうのを確認するものがこのディストラクターでバックグラウンドはここを見ていただくと分かると思うんですけど、まあ、こういう背景が変わるような設定で性能を上げることができるかっていうのを確認したものになってますで最高、まあ、からこちらのテーブル、まあ、表を見お見せしているので、まあ、見ていただくと分かると思うんですけど RT1 は他のモデル上の3つに書いてあるモデルと比較して、えー、各タスクで かかなりり高いい性能を示しているのが分かります、まあ、若干このバックグラウンドのが変わる設定に対しては、まあ、うまく適応できてないようにも見えますけど、まあ、それにしても他のモデルと比べて高い性能になっているのはこちらから確認できます。で右側がその棒グラフになりますけど RT1 の性能の高さがこのグラフからもわかります。で次に ま、その、RT1 の反化性能を比較するっていう実験を行っています。で、反化の性能はどうやって比較するかっていうと、全くデータを収集していないような新しい環境で、そのタスクの実行性能を先ほども説明した g a t o と BCZ っていうのを使って比較するっていうので確認をしています。で、彼らはこの L1 と L2 と L3 っていうシナリオのレベルっていうのを定義していて、 L1 っていうのは何かっていうと、新しいテーブルと照明環境で与えられデータセットにあるタスクが実行できるかっていうのを確認するもの。で、L2 は L1 に加えて新規物体が追加されるパターンで、L3 は L2 に加えて新規、新しいタスクで、新しい物体配置で、まあ、えっ、ー、と、タスクを実行するっていうような設定を指しています。で、これを見ると、こっちの表を見ると、お分かりいただけるかと思うんですけど、 まあ、RT1 は他のモデルと比べて L1, L2, L3 で比べたときに高い性能を平均的に出しているというのがわかります。一部のタスクではこの BCZ みたいな形で、えー、と同じような値になっているものもありますけど平均性能としては RT1 が高いというのを彼らは主張しているように、えー、とこちらの表からわかります。はい。で、こちらが反過性能の えーとパートになりますでさらに、えー、と確認したところとして次に新規データによる性能向上が、まあ、こちらのモデルを使って行うことはできるのかっていうのを確認した結果をこちらに示していますこちらはまずシミュレーションデータを,を、まあ、シミュレーション内で収集して追加した時に、えー、性能がどのように変わるかっていうのを見ているものになります で、こちらの表の見方なんですが、えっ、ー、と、トレーニングデータがリアルオンリーって書いてあるものが、まあ、もともとのリアルな環境で収集したデータだけを使ったもので、トレえー、リアルタスシムっていうのがリアルとシムの両方で集めたものを使って学習したものを表しています。で、こちら、えー、右側にあるリアルオブジェクトとシムオブジェクトっていうのが何を意味しているかっていうと、リアルオブジェクトは、 実機データで見た物体に対して実機で実験したときに、まあ、どういった性能になるかっていうのを見ていてで SIM オブジェクトっていうのはシミュレーション内で見た物体に対して、まあ、実機で実験してどういった性能になるのかっていうのを確認しているものになりますでこれを見るとリアルタスシ SIM で学習をすると、まあ、実機データで見た物体に対して実機で実験しているときは若干性能が下がってるんですけど、えー、シミュレーション内でしか見たことない物体に対して実機で実験すると、まあ、こういった形で 大幅な性能向上が見られるというような結果になっています。でこの結果から、えーと、シミュレーション内でしか見たことない物体に対しても、まあ、こういったデータを作ってモデルを学習させることで、えー、とタスクを実行できていて、まあ、シミュレーション内のデータの収集というのは非常に簡単に時期と比べるとできると思うんですけど、まあ、そういったデータを追加することに意味があるというような結果がこちらから見ることができます。でもう一つに として別のロボットのデータを使って性能向上が行うことができるかっていうのを確認したのがこちらの結果になります。で、こちらの実験ではこのエブリデイロボット社のロボットとは違う別のハンドマニピュレーターを持ってきてでこのマニピュレーターを、えー、許可学習を使って、えー、と学習した えっと、ビンピッキングっていうタスクだけ学習したものを使って、そのデータを、えっ、ー、と、追加して学習をするっていうのをや、やりました。で、えポイントは RT1 の元データにはビ,ビンピッキングっていうタスクはなくて、えっと、なので、このビンピッキングのデータを全然違うロボットで学習したものを入れることで、この RT1 のモデルが反化してビンピッキングのタスクができるようになるかっていったことを見るっていうようなものになっています。 で、えっ、ー、と、これを見ると RT1 っていうモデルに対してトレーニングデータがえっ、ー、と、ビンピッキングのデータだけの場合とえっ、ー、と、実機でのデータ両方を含まれている場合で、えー、これまでのタスクと新しく追加されたビンピッキングのタスクが両方できるようになっているのが確認できます RT1 のモデルでこの全然違う マニピュレーターのデータだけ使って学習させても、どちらの環境でも、えー、とタスクの性能は上がらないのに対して、両方のデータを入れてあげると、まあ、両方の性能が上がると。まあ、正確に言うとこのビンピッキングのタスクに対して性能を上げ,上げることができるというのがこちらから確認できます。なので、えっ、ー、と、 全然違う環境のデータを混ぜたとしても、こういった大規模モデルを使うことで、えー、新しいタスクの組み合わせに対しても、反、え、過、ー、をしてモデルがタスクを実行できるようになるっていうのを示唆するような結果がこちらから得られています。で、次に、えっ、ー、と、長期ステップのタスクに対して性能を確認するっていう実験を彼らは行っています。で、長期ステップのタスクって何かっていうと、 何かある指示が与えられたときに、その単純に指示をこなすためには、いくつかのサブタスクに分解しなきゃいけないような、まあ、そういう設定のもののことを指しています。で、このタスクの性能確認には、えー、セイキャンという、まあ、これも最近出た、えー、手法になりますけど、このセイキャンという手法を使って、長期ステップをこんな感じで、例えば、えー、飲み物をこぼしてしまって、 たんだけ助けてくれないって書いたときに、この正規ンっていう仕組みを使うと、この、これを実際に実行するために必要な操作手順みたいなのを取得することができて、で、この各操作手順を RT1 とかで学習したモデルを使ってやることで、えっと、長期タスクを実行することがよりできるようになるのかっていうのを確認しています。で、この下が、その確認をしたときのデータになるんですけど、 オリジナルのセイキャンが一番上にあって、それに対してセイキャンとガトーで実行した場合と BCZ で実行した場合と今回の RT1 で学習、えー、学習じゃない実行した場合をそれぞれ比較していて、プランニングとエクゼキューションってあるんですけど、プランニングっていうのはこういった、えー、とこのセイキャンがプラン,プランを出力するときに、この講段の えとシステムがこういうプランなら実行できますよっていうのを返すことでこういったプランを実際に作り上げるんですけどまあプランニングができたっていうことはこのセイキャンがえとまあ提示したいくつかの広報の中で実際に実行できるものがあるよっていうのをえ返したっていうふうなことを意味していますで実際にプランニングをして実際に実行した時にプランニングの成功率はあんまり変わらないんですけどまあ実行の性能としては RT1 が一番高いというような結果になっていて えとこういった長期ステップのタスクに分解して、えー、とどういうふうに分解されるか分からない中でもうこういったモデルを使うことでより幅広いタスクが実行できるようになるというのを示したというような結果になっています。はいでえー、とこちらが最後になるんですけども最後にデータ量とか、まあ、そのえー データの多様性ですね。そういったものが変化したときに、モデルの性能がどう変わるのかっていうのを、彼らは調査しています。で、ここでは、まあ、実際にデータの量をどんどん減らしていったときと、データの多様性ですね。要は、ある特定のタスクしか含まれないようにしていくみたいな形にしたときに、このモデルの性能がどう変わっていくのかっていうのを、えっ、ー、と、こちらで評価しています。で、この上の表はちょっとわかりにくいんで、下を見ていただくとわかりやすいかと思うんですけど、 この、急激に減っている矢印の方は、えー、とデータセット内の多様量ではなくて多様性を変化したときのその性能の劣化を表していて、データセット内の多様性が減ると、えー、と実際のタスクの実行性能も急激に低下するっていうのがわかります。一方で、まあ、データセットのサイズを減らしていくと、 当然性能は下がっていくんですけどこの多様性の減り方と比べてその性能の下がり方は少し緩やかになっているというのがこちらから確認できますなのでまこちらの結果からま彼らの主張としてはえっとデータセットの量も当然重要なんだけれども多様性が非常に性能には大きく寄与するというふうに主張をしています 以上で、えー、と今回の RT1 の説明は、えー、終わりになります。